こちらの注意事項にご不満の方は戻るボタンを。それ以外の皆さんはこのままお待ちください。やっていくよ。ここは虎がいたとこのその上だよ。道中の敵が強すぎてクリアに自信がなくなってるけどね。相手陣営のボスだ。猛禽勝負。スキル系が使えないとなると、魔法系は使えない。物理系、ミランの斧とか相性がいいかも。初見だと、戦闘中に装備替えができないから、汎用型になっちゃうね。知ってた。装備的に無理とは思ってた。2回負けちゃったけど、これでいけるかも。単純系なら、それ相応の手段で容易だもんね。救いなのは、アイテムが使えることだね。これで、火力の不安点は払拭できる。あとは、撃たれ強くなればいいだけ。ブレイクだ。通常なら防げないけど、こっちには棍棒で粉砕できるからね。普段からそれで粉砕してるもんね。それと関係ないけど、この BGM って、あかりさんが旧赤の時に、初めて実況したゲームにあったよね。うん、3枚のお札ってゲームだよ。初回は一人だったから恥ずかしかった。私はズンネー様に絞られましたよ。それはプライバシー。というか、あんな秘密は誰にも知られたくないでしょ。裏じゃ、みんな普通にやってるんじゃない？普通じゃないかな。やっと半分削った。若干危なかったけども。
DLC3 の中で一番弱いかも。反撃指輪と長刀と発狂上げで簡単でしたしね。躊躇ない。相手は一度は見逃したのに。褒美欲しいな。CG 回収に、そっち選ぼうかな。終わったね。剣を覚えてる相手によくできたね。まあマスターがあれだしね。本性を表したね。獅子を倒せたから、用済みってことか。その言葉文句は、どっかの団体さんみたいだ。はいはい。そういうのは、火種になりかねないからダメだよ。マスターは守備班以外らしいけど、グリムは見境ないからね。やっぱりこいつって、はいはいストップ。こいつら反映しないで滅びそう。ユリ好きにはたまらない世界かな。宦官かな？それよりもひどい扱いだよね。うわ、一番に生き残っちゃいけないのが残ったよ。国が滅びるね。メイベルだ。一瞬で葬るあたり。さすがヨグトース。醜い妬みか。この世界線、周回の変化かもね。大人の遊びだよ。ある意味間違ってはないけども。幼少期にでも見たのかな？ある意味トラウマになってるね。錯乱してる。CG 回収にそうさせてもらおうかな。好きだね。角、折るんだ。大事な象徴。これはトラウマにもなりますね。メガネも壊せるのか。それは言えるそう。じゃあ行こうか。そうだね。
か意味不可思なことを言ってる。前情報なしでやってるからね。DLC2 からだいぶ経ってるのもあるけどね。見た箱の中ではマシかな。人間と邪神の感性なんて違うし、気にすることはない。お酒飲むんだ。黄金の蜂蜜酒なんてあるくらいだから、その概念はないよね。誰かいる？あれって、夫人同士。会話はできないね。人形なら確かに、自立型が来るまでは無理そう。ステダウンが痛いね。高ステータス前提だね。それよりも、ワンダーランドにいた住人がいる。もしかして、B ルートで見た子供たちじゃないかな？あったみたいだけど、なら反応するんじゃないかな？私には、ここの人らはお人形さんに見える。どうしてだろう。あそこ入れそう。ようやくだ。お酒？大量に割ったのか。そんなに匂ったのかな？酒は飲まない派だからね。断っても面倒だし。いや、飲まれると面倒だからやめとこ。ループしてる。面倒くさいな。それは何かわかる。ねじくれてはいけるけどね。著作権的な？面白いとは一体。周りの話を聞いてるとね、そうとしか思えないね。舞台の裏役、それとも影役？これ完全に酔ってるね。思うことがいっぱいあるんかね。弱くはないと思う。誘ってるよね。年老いた赤ん坊、酒に任せてるんでしょうけど、これはちょっと。途中で本気になったやつか。なんだかんだでイチャイチャしてるよね。本当かな？困る選択肢？正直な感想でいいでしょう。最後に信念、ラストは生半可ではクリアできないってことか。何かある。これが手に入るってことは魔法も重要なのか。
ここにかがり火。おそらくここが最後だ。これは G ルートを指してるのかな？単に周回モードなのかと思ってたけど、話は繋がってると見るべきか。DLC さんは G ルートと混沌ダンジョン攻略に繋がってるし、ありえるかも。生まれたばかりの娘を除けば、ここは無人に等しい。猫が言うには、ここは凍結してるようで、未来はないらしい。よくわからないや。今はまだ結論つけずに、情報を集めていこう。猫好き？案外チェシャ猫だったりして。アリス？いや、幻覚かハイオルコ？とりあえず追ってみよう。セーブ？何かあるのだろうか？キャロル君の過去？突然何を？これは元のアリスかな？ロリーナだ。これは、三女のイーディスだね。何これ？まるで TRPG だ。だとすると、時間制限とかありそうだね。そんなメモを、なぜここに置く？不思議の国のアリスにあったような気がする。原作って、もはや小説なのだろうか。元はこれか。娘たちのためのお菓子だし、大人げないことはできないね。意識不明だよね。あるいは。夜になった。でも夜なんて何するんだろう？ホラゲーかな？今はルイス本人で、当時を再現しているのかな？
そういえば、夜は鍵を閉めるのだっけ？普段から鍵を閉めるべきだけどね。やっぱりこれ TRPG だ。もう昼になった。マルチエンディングはありそうだけど、クリア後に需要あるならやるかも。夜になった。何かありそうだけど、というかアリスたちに会ってないね。夜は確かに怖いね。基本夜はよっぽど出ないと来ないわな。ボイスないから誰が咳込んでるのかわからん。いいですか？そういえば彼女、病弱なのか、不健康だね。薬、事前に知ってそうだし、カバンの中に入ってるかも。もう昼になったの？時間制限が短いかもしれない。薬回収できなかったのは、後に響きそう。次女は確か、本家アリスだね。嘘つきとは思えないけど。誰だろう？使用人、ではないよね。ルイスと、深いつながりのある人物だと思うけど。時間を止める？時間っていうか、地震が時を止めてるまたな。どういうこと？体感っていうか、現実は時が進んでるけど、ルイスの中では、アリスの成長は止まってるやつ。現に、ゆっくり先輩たちが見つけた、過去の階層にあった時に、その描写があったし。なるほど。ところで、さっきの人は誰だろう？写真の人？容姿が違うから多分別人かと。まさか、幽霊かな？過去の階層に幽霊。何の話？どっかのイベントをすっ飛ばしたのかな？まるで魔法学校の少年みたい。それはともかく、もし、チール、あ、顔が割れてる。イエーイ！死んだ。ルイスがやったの。この頃から邪神は関与してたの。そんなのわかるわけないでしょ。
したんだ。あんな血の痕跡は隠せないと思うけど。いや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 、そんなのを冷静に言ってるルイスはおかしいよ。ルイスってこの頃からやばいの？え、いいです。もしかして前からルイスは仕込んでたな。それでロリーナちゃんを刺すの。何これ、部外者の会話？会話が外なる存在が会話してる？あのハムシか。ロリーナ、一体どこに？あってもあのナイフで。しかないよ。
うん、怖かった。帰ってこれないかと思った。助けてくれたの？もしかして、あの黒い少女って、メイベルか？機械装置が自我を持つって、人間対機械系でよくあるやつだね。いよいよ終幕か。進みたいけど、長くなったので、今回はここまで。またね。